選挙近いですね。なんかね、このまんま、現状維持っていうか、今までの繰り返ししても、えー、ちょっとね、どうにもならないと思うんですよ。うん。で、まあ、自民党公明党が次の政権も取るのかなと思ったら、まあ、変わり映えしないかなっていうのが正直なところなんですよね。もちろん、今回、だいぶ積極財政に傾いてきたのかなと思いますけども、まだね、財務省にがっぷりをつくんで、 抵抗する意欲は、それぐらいの度胸は、まあ自民党公明党にはないだろうな、というところですかね。で、あの、やっぱり私もね、ロスジェネ世代ということで、そのロスジェネ世代っていうのは今ね、完全に忘れられて切り捨てられようとしてるんですよ。で、自力で早上がって来れる人はまだいいんですけども、そうじゃない人もいるんですよね。しかもその数ってのが結構多い。まあ多いからどうこうってことはないんですよ。少なくても、 弱いものの声は聞かなければならないと思うんですよね。で、いろいろ考えて、私もね、まあどこにしようかなと。決まってるようで決まってないんですよ。うん、ただねうん、今回はね、あのー、あれじゃないですか。最も心に響く声を上げているのは、やっぱ令和新選組かなと思うんですよ。 で、インターネットを中心に活動しているところっていうのが、も、ま、う、あ、私はね、これからの主導権を握った方がいいかなと思うんですよ。そうなると、とても自民党公明党は、あれだけの人数がいるのに、まあ IT 音痴というか、時代遅れというか、まあ昭和の時代の政治家ですよね。私はそういうふうに思うんですよ。で、何が起こるかわからないけども、常に新しいことや未知のものに挑戦してきた私としては、令和新選組、ここに、 かかけてみよよううなと思うんですよねそしてもう一つ、N 国党っていうのもなかなかね、面白そうですよね。新しい発想をどんどん出してくる、まあ選挙のプロじゃないかなと思ってます。もちろん、選挙のプロと政治のプロは違います。でも、今回ね、ロスジェネ世代、若者の声を聞くのは、令和新選組しかないなと思ってるんで、比例は令和、比例は令和で行ってみようかと思います。明日になったら、 気持ちが変わるかももしれませんけどもとりあえず今のところは比例は令和で決まりじゃないかなと思いますけどもね皆さんどちらにしますかそれでは